来るぞ。まずは二人。すごい砂の波だ。これは失格。一尾の力。すでにタヌキ寝入りの術をやってきたか。砂金。そうか。お前が自尊で砂金を操る忍びだった。止まった。砂金は砂より比重が重い。この砂に砂金を混ぜ込んで砂の動きを鈍くできる。よくこの砂の対象を知っていたな。砂の視覚が暴走したとき、こうやって砂を止めていたからな。視覚ではなくガーラなのか。ええか。随分と長生きしたな、大野木。ジントンのおかげか。ジントン、限界破壊の術だ。先代のジントン、やはり力はそのままじゃぜ。前より砂の力が強くなったな。合図があるまで待て。ジントンってことは、まさかあれが弟子の大野木のガキか。ずいぶんタイムスリップした気分だぜ。父様、久しぶりです。ガーラ、資格はどこだ。そいつはもういない。俺はもう父様の作った人中力ではない。お前が人中力ではない。どういうことだ。今あんたたちを操っている輩どもに資格を抜き取られ、俺は一度死んだ。